あんこチーズホットック、こちらはちみつホットックです。まじそう、あれうっそ、あれ上がって、あ、いった上がって、いったい、なにこれ、あんにょー、あんにょー、こんにちは。こんにちは。さあ、ということで今日は新横浜にやってきました。来たー、もう楽しみ、有給取ってよかった、やばい。ということでね、今日は陽子がいつも行く、うん、あの新大久保コースを紹介したいと思います。頼むよ、本当に頼むよ大丈夫大丈夫、ね、低コストでね、低コストで、私たちお金ないから普通にさ、働いてるのになんでお金ないのって話じゃない。お尻についてるから聞いた方がいいな低コストね、ちょっと新大久保のいつものおすすめコースを紹介したいと思います。任せるよ、本当に。それじゃあ、カイヤ、カイヤ何、さあ、ということで、オンニー、ここおすすめ。知ってるよ、知ってるよ。ジョンのハットックホットック。ハットックホットック。ジョンのハットックホットック。ハットックホットック。ここめっちゃ美味しいから。美味しそう。ホットックっていうの知ってる？知ってる。韓国のお餅。ベタは、ハチミツホットックなんだけど、うん、でも、あれのおすすめは、あんこチーズホットック。あんこ？そう。いや、美味しいから。ちょ、とりあえず買ってみよう。まず、食券で買えますわね。うん。食券ね、まずこれ買ってから店員さんにお出しする。大体わかるよ。あ、本当？食券はあの松屋とかも食券だから。あ、本当？うん、そう、松屋と一緒のシステムでやらせてもらってます。松屋が代表ではないけど、食券。ここに、うん、あ、来て、来て。何これ？あんたでかい。りょうこちゃんでかいから。あんこチーズホットクを置きますと。あんこチーズ行く？え、ちょ、ま、待って、りょうこちゃん待って。私は何食べたらいい？はちみついかれた。ホットックは、うん、あのね、丸いお餅みたいな感じ、うん、おやきみたいなイメージ。あ、それまあそう、潰すのよ。あんことチーズをこねて、それ潰して押し焼けます。押し焼けます。うん、押し焼いたものはハットックで、あ、ホットックで、うん、こっち伸びるやつ、うん、流行ってるやつが、うんうんうん、渋谷にもよくあるやつハットックですわね。すごい。でもさ、あんたお餅焼いてるって言うけどさ、うんうん、お餅なの果たして。いや、お餅、どっちかっつったらそのお好み焼きとかそっちに近いタイプじゃない。あー、絵的には。いや、お餅、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、違う、何してる。これはこれはいいの。じゃあこれ貼っとくよ。盛塩。盛塩じゃないよ。盛塩、盛塩じゃない。これお砂糖ですよね。これはつけないやつ。盛塩じゃ、これつけ、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい。お化け出るわけじゃないんだから。ごめんなさい、こっちも。さあ、ということで、あんこチーズホットック、こちらはちみつホットックです。いただきます。いただきます。まじそう、おいしい。めっちゃうまい。これなんかもともと生地がちょっと塩気があって、うん、それにはちみつだから甘さ引き立ってめちゃくちゃおいしい。きんちゃんこれな、ね、全部私喋ってない、ね。でもちょっとコマラしたら、うん、これ食べるのがいいと思う。何？ちょっと何？あ、ちょっと小腹すいたら、小腹ね、小腹、小腹ってなんか小原さんみたいな、小腹でしょ、小腹、小腹って何？小腹すいたらいいと思う小腹、どっちでもいいけど小腹だと思うけど。よこちゃん、はい。ここはどこ？ここは、うん、あの新大久保にある、うん、大久保公園っていうとこなんだけど、うんうん、ちょっと今日残念ながら、うん、あの工事中でございまして。すごい工事してるね。ここ以外全て全部工事されてます。本当はね、あの、うん、座れるスペースとかあるんだけれども、うんうんうん、もう進化が止まらない街だね、本当に。新大久保もっとなんか多分過ごしやすくなるってことでしょ。なんかすっごい釣り上げてるじゃん。すごい釣り上げてる。あれ見て、あんなに釣り上げる。マフィア映画で人埋める、あんな釣り上げられたら、あんなに、うちらも釣り上がってこう、本当に。まあさ、まあいろんなとこあるから、ちょっとまた行こう、聞き取り直して行きましょう。意味わかんないこと言っちゃったけど、さあ、ということで続いてはオンニー、うん、何、次何、次スイーツ行きましょう。さっきもスイーツスイーツ行きましょう。さっきもスイーツ。おすすめはこちらね。何これ、ぶっ刺さってますわ。すごいね。何がぶっ刺さってるでしょうか。ぼんじり。ぼんじりじゃない。あ、いちご、いちご。すごい。ぼんじりじゃない。すごい。なんで串焼き屋さんがこんなとこあんのよ。いちごを、うん、あの飴にコーティングしてやったものがすごい美味しいから、うん、なるほど、リンゴ飴みたいなことだ。違う、
これ、小指立てて、先食べて、一個丸々、あ、カリって言った、あ、おいしい、あ、おいしかった、マジっすごい、え、なにこれを食えて、うん、残ったカリカリだけ、あ、すごい、え、ちょうだい、これ本当においしい、おいしそう、おいしそう、あ、なんかすごいよ人が、こんにちは、すごいこれ外カリカリでなんか中が果汁がジュワって出てくるから本当においしい、キンキャホエナ、めちゃくちゃおいしい、アマをアマでコーティングしてる、キンキャホエナ、ね、全部私が感想言うの、あ、写真撮るの忘れた、写真撮るの忘れた、本当に大変だこれ、もう一本食べる、もう一本いらない、これだけだったら何のこっちゃわかん、さあということでオンに、ジョーコちゃんここは、ここは、うん、春川タッカルビと書いて、はい、春に川と書いて、うんうん、キュンキュンタッカルビでーす、キュンキュンタッカルビ、キュンキュンタッカルビ、かわいい、ここの、うん、チキンがめっちゃうまい、本当にキンキャうまい、キンキャうまい、チキン大好き、キンキャうまいからちょっと食べてみて、やっぱりちょっと肉入れたかったから、うんうん、あ、来てくれた、あ、おいしそう、ありがとうございます、おいしそう、ありがとうございます、いやー、絶対おいしい、すいません、すいません、ありがとうございます、あ、生ビール食べ歩き用に、こちらの生ビール、ごめん、あの真っ昼間から、うん、気づいたら頼んでた、あれ、うん、そうなの、有給取ったから、いい、ごめん、確かにね、いい、この綺麗な絵、これ一番ほら、綺麗な絵でしょ、これが、うん、見て、これ嬉しい絵でしょ、これ見て、これが一番、これが一番好きでしょ、大人は、唐揚げとビールよ、本当に K-POP とか韓流好き、大好き、本当、でもそれと同じぐらいにこの組み合わせが好き、なんかすごいだ、あ、ごめんなさい、あく、お、おいしい、すごい、美味しそう、めっちゃおいしい、独特のスパイスがかかってて、うん、本当に美味しい、ちょっとカレー風味というか、そう、うん、楽しいでしょ、品格も、ね、幸せってお金で買えるんだね、うん、びっくりした、ちょっともう、りょうこちゃんどこ、もうゆとりだから勝手に動、何してんの、マッサージ、あ、マッサージ、はい、それであなたは、私が見たら目の高さが違うだ、こっちが高いし、あ、歪んでるってこと、あ、りょうこちゃん目の高さ違うらしいです、化粧、化粧落とされた、りょうこちゃん化粧落としたらりょうこちゃんじゃなくなっちゃう、違います、りょうこちゃんは今より綺麗になるから、なるほど、してください、化粧なんかよりももっと綺麗になる、うそ、りょうこちゃん今はいくつです、29、あ、言わない、りょうこちゃん教えてよ、りょうこちゃん、おい、なにこれ、これは綺麗になるクリーム、あ、うっそ、はい、上がって、あ、いった、上がって、いったい、なにこれ、上がって、顔がちっちゃいなるから、りょうこちゃん我慢して、両手は膝の上でお願いします、これは、あ、一分もしないなのに顔のサイズ見てください、あれちょっとシャープになってんじゃない、ええ、下がったよね、綺麗、おお、カメラ見てください、ほうれん線が違うになったよね、あ、本当だ、ほうれん線のシワがなくなって、こっちの顔がちっちゃくなりました。それがフォルギマッサージ。すっごい、もう、りょうこちゃん急に入るから何事かと思ったわ、私。りょうこちゃんよくここ来んの？無視。確かに無粋だったわ。女の子が自分磨いてる時に話しかけるだなんて。ありがとうございます。いいえ。カムサミニナ。シャンマネヨー。イエーイ。切り替えがすごいわね。私そうです、吹き出物っていうかニキビがちょっと多くて、どうしていったらいいのかなと思って、これは化粧水ですか、化粧水、これはポチポチだときに、これはエッセンス、男だって肌がすごい、肌が、女の子です、あ、本当、女、男です、これ毛穴とか見て、はい、この毛穴とか詰まってるから、うん、はい、分かるね、うん、知ってます、あの、だから、これがいるの、何これ、これね、
毛穴の汚れ取る。え、気持ちいい。とりあえず気持ちいいでしょ。これを顔にゴシ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 ね。あ、ブラッシングするってことね。そうだよ。なんか綺麗。見てこれ。広くなってる、広くなってる。白くなってる。すっきりしてる。とりあえずこれしなきゃダメだな。ありがとうございます。ブラシ本当にいいかも。てか本当にブラシだけでも勝手近いな、これ。やっぱさ、顔を洗うときに手でどうこうするよりさ、あの毛穴汚れだから、ブラシが一番大事。ちょっと、もう涼子ちゃん思わぬ寄り道しちゃったじゃん、もう。ちょ、ごめんね。なんなの、もう。いや、なんかさ、気づいたらあの吸い寄せられてて、なおいでおいでって言って新大久保歩いてるとちょっとあるよね、そういうこと。そうそうそう、コスメ店の女がねちょっとね、うん、横だったんですが、よかったよかった、すっきりしました、うん、一瞬でも親指が麺の中に入った気がするんだけど、ね、本当にでもよかったね、でもよかった。今日お金なかったの、今日買えなかったけど、ちょっとコスメ買えなかったけど、ぜひね、こういうの欲しいよね、うん、今度こういうの嬉しいね、新大久保来て、うんうん、教えてもらえるから、うん、ありがとうございます。ぜひ寄り道してみてくださいね。ー、聞いたほやちょっとコスメよりもいいよ。やっぱコスメ気になりだした、あのオンリーのおかげで。ちょっとコスメちょっと見てこう。ここのとこいいんじゃないですか。絶対今日は買わないけど。今日ね。金銀だから。金ないから。今日買っちゃったわ。もう涼子ちゃん結局買ってんじゃん。買っちゃったよ。なんで？いや違う。この間韓国行ったんだけどさ、お土産買うの忘れたからもう買っちゃった。友達に？そうそうそう。ヘキマのパック。すごいパック。これを友達にそのまま韓国行ってきたってあげます。まあまあまあ、優しい嘘ならついてもいいと思うから行こっか。次に来ると言われてる、うん、アイス、あ、チョコチュロスですわ。本当に次に来るの、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、え、あ、そういうこと。あ、指袋、指袋いただきました。まあ、こうですわね。すごい、うん、で、これをつまんで食べますと、いただきます。あ、すごい、うまっ。マジ黒っ。あ、暗い。涼子ちゃんも暗いよ。すごい暗いよ。いや、どうでしたよ、ひょんこ姉さん。もう、甘いのが多い。ちょっと緊急褒めな。まだ太らす気。まだって、まだって自分で言ったよ。え、どうだったの。でも、すごい楽しかったし、うん、なんかもっともっと入ってみたいお店とかがあった感じだから、また来たい。うん、見たいよ。有給取ってよかった。でもなんかちょっと、うん、甘いの多かったから、なんかお蕎麦食べたい今。お蕎麦食べたい。お蕎麦、富士蕎麦やって帰ろうかな。どうしよう。あ、そうなの。お蕎麦だけ食べて帰ろう。富士蕎麦はそこの西武新宿線のとこにあります。あ、嘘、ある。うん、そこでちょっと一発蕎麦入れてから帰ろう。あ、ぜひはいい。あ、大丈夫。うん、じゃあ帰る、一緒に。あ、食べていく。あ、本当。はい、大体来るの、駅まで一緒に。まあ、いっか。うん、私群馬だから。ちょ、先、またまたね。またツイッター、ツイッターで DM 暇して。うん、うん、して。